今日は、えー、ルパン3世にですね。あの、テレビシリーズ第2シーズンの最終話、えー、さらば愛しきルパンをやるわけですね。まあまあ、有名な話ですよね。あの、有名な話というかですね。 あの、宮崎駿の監督作品で、と、あの、放送当時は宮崎駿って名前伏せられてたんですけど、あっという間にですね、アニメ雑誌とかに、宮崎駿がとかいうふうに書かれたんで、まあ、すぐバレてしまったんですけどもですね、ルパン3世の、あの、昔 VHS テープがですね、ソフトとして発売されてた時代もですね、まあ、あの、第1話、ルパンは燃えてるかは入ってくるんですけども、もう必ずこの、サラベイソスキルパンよと、まあ、あと、死の翼アルバートロスだけは入ってるといですね、他の話数が発売されて、 お金なくても、この話数だけ発売されるとかですね。まあ、いろいろですね。 評判になった回ですね。あの、今のバンダイがですね、当時まだ映像をやるときにですね、渋谷にネットワーク事業部っていうを別会社作ってそうやったときもですね、わざわざルパン三世の,の VHS ソフトはですね、1本しかなかった。それはサラブ・イトシキ・ルパンとシノス・バサ・アルバトロスの2話を1セットにして60分の VHS テープにやって、それだけ出してたというぐらいですね、人気のお話です。 えー、今日はですね、このサラブ・イトシキ・ルパン4のです、ね、見どころですね。まあ、あの、第2シーズンの最終回だから、まあ、もちろん見どころあるんですけども、ちょっとあの、語っていこうと思います。えー、一番最初ですね、もう、完全にそれまでのルパンの世界観と違う、やたらリアルな東京の風景がドーンと現れて、1981年東京というところから始まります。 でなんでこれ、1981年東京、まあ、オンエアの時が1981年なんですけどもそれまでずっと「ルパン三世」っていうのはテレビシリーズを通してですねそのできるだけどこの時代かわからないような書き方してるんですね。10年前かわかんないし20年前かわかんないというようなです、ね、世界でやったのにこの最終回だけいきなり「 1981年東京っていうのが出てくるなんでそうなってるのかとこの辺の意味はちょっとあのテーマ的なこととか歴史的なことになってるんで限定の方で語ろうと思いますで、えー、もう冒頭このシーンの直後ですね映った直後にロボットですねロボット空を飛ぶロボットがブーンってここを通り過ぎるところから始まるんですねであの、まあ、これがですね えー、今回のですね、事件を起こすロボット、ラムダというロボットなんですけども、あの、まあ、有名な古典アニメのオマージュなんですね。えー、これですね、あのフラ、えー、フライシャープロダクションのですね、フライシャースタジオが作ったですね、メカニカルモンスターというのがあるんですけども、まあ、お兄さんマックス・フライシャー、弟デーブ・フライシャーの兄弟が作ったニューヨークのフライシャースタジオですね、ディズニーのライバルだったとこです。で えー、有名なところではベリーブープですか。あと、ポパイザ・セーラーマンなんか。まあ、現代でも人気のですね、キャラクターを多数作ったところです。で、その一つにですね、スーパーマンシリーズがあったんですね。えー、1941年のですね、えー、フィルム作品なんですけども、このメカニカルモンスターと呼ばれるロボットが垂直に着陸するシーンですね。頭にプロペラがついてて垂直に着陸します。で、えー、宝石移転を襲うときにガラス段に向かっていく。 で、逃げていくメカニカルロボットにスーパーマンがパッと乗りつける。そうするとメカニカルロボットは右に旋回してですね、だから右の翼を落としてスーパーマンを振り落とそうとするっていうですね。これあのやるんですけども、あの驚いたことにですね、このさらば愛しきルパンよで宮崎駿はこれをこのまんまオマージュというよりはカンコピします。ですね。これはあのカンコピの方ですね。えー、まず垂直に着陸するときに 一応ちょっとだけ変えて背中も向けて垂直に着陸。動き完全に同じです。で、こちら側ですね、えー、宝石を狙って歩くロボットモンスター。その向こうにはうクラーク・ケントとロイス・レーンが見えてますけども、えー、宝石を狙ってあゆっくり歩くロボット、あラムダですねで。一生懸命ガラスケースをですね、隠そうとしている。まあ、ちょっとここでコメディ入れてます。で、えー、スーパーマンが飛びつくところ。これもですね、ルパン三世が飛び乗るっていうですね。 もう本当にあの、ほぼポーズも同じ。ちょっと情けなく書いてますんですけど。で、えー、ロボットがですね、左に、といか右にですね、えぇ、ー、あの、右の翼を下ろして、って言えばいいのかな。あの、右に落としてですね、スーパーマンを振り落とそうとするところは同じですね。えー、ラムダもですね、右に翼を落としてですね、ルパン三世を振り落とそうとすると。完全にですね、同じなんですよ。宮崎駿、何がすごいかって、 これあの、今時のやつじゃないんですね。今時だったら確かに YouTube で見るとかですね、ビデオソフトで見るとかですね、いろんな方法があると思うんですけども、このリチャード・フライシャーのですね、スーパーマンっていうのは、宮崎駿があの作った1980年代にですね、日本ではですねあの、ソフト化されてなかったんですね。見ることができないと。じゃあ、いつ見たのかっていうとですね、戦後16ミリフィルムとか35ミリフィルムで帰ってきたときに、 まああの、都内で時々マニアの上映会というのがあったんですね。で、そこでおそらく見たか、下手したら戦後すぐに映画館で宮崎駿を見たんだと思います。で、おそらく1回しか見てないんですよ。おそらく1回しか見てないのに、大体の記憶で完全に同じものを作っちゃうんですね。これがその宮崎駿のすごいところで、あの、宮崎駿はですね、写真撮らないんですね、旅行行った時に。 これはあの鈴木敏夫がよく言ってるんですけど、宮さんは全然写真撮らないと。そ代わり腕組んでじーっと見てると。で、10年後ぐらいにハウルの動く城であの建物って言ったら完全に同じものを描くと。で、念のため写真出してきたら本当に同じものを描いてると。あの人の記憶力っていうのは、その見ることであの作られて、それがもう頭の中でずっとあるんだって言ってるんですけども、もう本当に全く同じものをですね、多分 ですね、生涯で一回、若い頃に見ただけのものをですね、中年になってから完コピーできるんですね。で、この自分にとってのバイブルをですね、堂々とコピーするっていうですね、姿勢は、あの、弟子の安野秀明にですね、引き継がれてですね、まあ、新エヴァンゲリオンとかでも,も出てるわけですね。多分その、これって本当にアニメファンの間でも、あんなに完コピーしていいのかってすごいね、騒ぎになったんですけれどもですね。まああの、 多分この辺りがですね親衛場のです、ね、オマージュ満載のですね、元になってるんではないかと思います。